今シーズンはね、島が抜けたイーグルスのキャッチャー陣ですけども、まあ、その中で2年目の太田が、これライトに上がった打球だ、下がっていくぞライト、下がってどうか、入りました、ホームランです。浅村に今シーズンの第1号先制ホームランが出ました。ライトへ高々と打ち上げての一発でした。打った瞬間はどうかなという当たりでしたけれども、この湯気に先制点をプレゼントした、はい、外の球を打ってライトだ、打球が伸びていく、ライトが下がっていって見送った、浅村2試合連続、今夜は逆転の一発となりました。昨日に続く右方向への打球、今夜も伸びていきました。浅村選手今シーズン第2号のホームランです。ホームランショットして2試合連続のホームランになりました。浅村秀人、初球からいった、レフトに上がった、下がっていく、レフト下がっていってどうか、ジャンプは取れないか、入った、ホームランだ、浅村に一発、逆転スリーランが出ました。今日も浅村いいところでのホームラン、一発が出ました。玉井の初球を捉えました。これで5対4、イーグルス1点リードと変わります。レフトへ、もうレフト見送った、浅村にどこまで行く、どれか一発が出ました。スリーボールワンストライクから振り抜きました。すいません、思わずわーっと声が出ちゃうぐらいすごい当たりでした。今シーズンの第4号、浅村秀人、球団ホームランが出ました。狙いすました一発、打ったの軸足の膝が、レフトへ、高々と上がった球、レフトは見送ってどこまで行く、中段まで運んでいきました。浅村の一発、今日も出ました、今シーズンの第5号です。2試合連続ホームランになりました。今日は高々とレフトスタンドの中段まで運んでいきました。センターに上がっている打球です。下がっていく、センター下がっていって見送った、浅村に一発が出ました。バックスクリーンの右へ、今シーズンの第6号です。センターへの打球でしたけれども、ぐんぐん伸びていきました。逃さなかったですね、浅村の今シーズンの第6号。レフトへいい当たりだ、レフトが下がっていって、今日も浅村に一発が出ました。スリーランホームラン、今日も打ちました浅村秀人、低い当たりでレフトスタンドへ、今シーズン第7号スリーランホームランが出ました。浅村です、あー振り抜いた、打球はレフトのポールに向かって飛んでいく、さすが浅村、今シーズンの第8号は3試合連発、浅村にホームランが出ました。もう外国人選手のような振りです。右方向、大きな当たりだ、ライトの上空を襲う、浅村の勝ち、出た4試合連発、さすが12球団ナンバーワンの成績、ここまで見せつけてます。第9号スリーランホームラン、さらに追加点、決めきれてないからこそこうなってるんですね、うん、浅村ライト下がっていく、下がっていく、諦めた、入りました、ホームランです。浅村ホームラン今シーズン第10号、もちろん2桁はトップ、ゆっくりと三塁キャンパスを回ります。はい、4番目役割よく果たしてます ね。これはレフトへ、高く上がった打球は下がっていってレフト見送った、浅村今日3本目のヒットはホームランになりました。まあ、これも難しい球をうまくさばきました。今シーズンの第11号です。本当にうまい打棒でしたからね。そして左中間、強い打球届きました、第12号、そして打点がトップ42、41です。
41打点に乗せました。40打点到達の浅村。出て3対1となっていますが、浅村の打球が高く上がった左中間。左中間、スタンドまで行きました浅村。高い弾道のホームランです。初球を狙って右方向は捉えた、浅村！逆転のツーランホームラン。第14号。レフトに上がる、スタンドに飛び込んでいきました。第15号、これまたパ・リーグトップに並びます。いや、本当ことわかんないですよね。まあ、確かにまあ5点のね、差があって、はい、まあ、これで4点差ですか。はい、センターへの打球になりましたが、伸びていって見送って、おおく試合を決めるかという一発、浅村今シーズン第16号ツーランショット。今日眠っていたかに思われた浅村、ストロングフィニッシュを見せます。真ん中来ます、センター方向、どうでしょうか、バックスクリーンに向かった浅村、返すホームランになりました。浅村選手、今シーズン第17号ホームランです。15点目、右方向です。ライトが下がっていく、見送った、浅村に一発が出ました。2点を返しますイーグルス。浅村今シーズンの第18号のツーランホームラン。センターに高々と上がった打球です。センターが下がる、まだ下がる、まだ下がって見送った、浅村に同点ホームランが出ました。3回の裏、高々とセンターバックスピンの左へ運んでいきました。今シーズンの第19号です。風逆でしたけれども、キャッチャー若月は外低め、これもセンターに上がっている、行くのか、下がったセンター、下がって2打席連続だ。浅村今度はバックスクリーンの右へ運ぶ、これも高々と、今シーズンの第20号、2打席連続ホームランとなりました。いや、ここも一発が出ました。これで浅村プロ通算自身200本塁打ということになりました。では浅村選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。初球左中間、今日も浅村に一発が出ました。初球を捉えた逆転のスリーランホームランになりました。浅村秀人、打った瞬間という当たりでした。もう完璧です。左中間の一番深いところ、ドンピシャのタイミングでした。ゆっくりとホームに帰ってきました。これで5対3。右方向へ、ライトの頭上はどうでしょうか、そのままいった、先制のツーランホームラン。今日はイーグルスホームランで2点を先制しました。笑顔の渡辺直人、現在は一軍打撃コーチ。並んでますよね。高め打って打球はセンター後方、伸びていく、下がっていて、どうだ、フェンスを越えた、入った、高めのボールを捉えた浅村。
第23号。この回先頭バッター浅村、高めの球を捉えました。センターの左へホームラン。走ってるんですね。右中間だ、伸びていくぞ。あースタンドまで軽く届きました。やはり力を持っています浅村、24号。漆原、浅村選手ライトへ下がっていって、ライト見送りました。浅村に一発が出ました。今シーズンの第25号、逆方向への一発でした。まあ、まっすぐ、まあ、まっすぐなのかな、インコースに投げたかったボールが、これはもういい当たり。浅村に2打席連続ホームランが出ました。今度は高々と左中間の一番深いところへ、これも素晴らしい一発になりました。2打席連続ホームランの後、先ほどはライトへのタイムリー。ここでも行ったか。今日3本目のホームラン、スリーランホームランが出ました。1試合3本、7打点の活躍です。いやいや、何をしましたか、すごいですね。センターだ。今日も浅村ホームランが出ました。今シーズンの第28号、高々と今日はセンターの右へ運んできました。5対3、イーグルス2点リードと。